植物育つための祈り場であったり、うん、人を治すための祈り場だったけど、一時期だけカメハメハ大王、彼があの王様になる前にここに逃げてきて、うん、あの食べ物がなかったのどこにも。で一時期カメハメハ大王がここを戦争の祈り場にしたの、うん、ちょっと待って。もうなんか落ちたね。欲しい。落ちたば。あれ今バシバシって落ちました。ありがとう。はい。あ、落ちたばかりの。すごいですね。マンゴー爆弾がどんどん上から落ちてきますよ、これ皆さん、これね、自然の恵みしゃぶりつきて、見に行こう、あのブルーのHow would you all making me work? Look at your whip. Oh, good. 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 Good.なんかね、うん、人間のね、物質の物質社会から精神の本当の幸せは何かっていう、そんなに物いらないですよね。最低限移動するにも最低限の車があればいいし、住むところも寝るところも一番大事なのはやっぱ健康と食べ物だかなと思いますね、うん、健やかに生きるための自分の心の持っていき方とか、一番好きな、いや僕の一番好きな場所、好きな部屋、あ一番古い、一番なんか穏やか、うん、こう来てこう戦争とか、うん、なんていうの、大体人間って神様に願いする、うん、ここは僕が来ると、うん、願うことがない気分になる、おこう神様こう何が必要とかの気持ちで、ここ来るとなんか何もいらない、これだけで十分って気持ちになるから、その気持ちがすごい好き。あ、大事ですね、それね、満たされるっていうか、ね、うん、今の自分でいいんだっていうね、満たされる感覚、必要なものは実は全部持ってるじゃないかっていうことでね、うん、日本もすごいその力がある、まあ、神様はどこにもいると思うけど、うん、ある場所は自然の力さらにあるって気もする、僕ここが僕の家じゃなくて、ここが僕の枕、あ枕、そう、あちこち旅して、ここで休む、ホッとするところだね、ホッとするところ、寝るところ、寝るところ本当に休んだり休む、寝る場所ってですね、ここに住んでるけど住んでる気持ちじゃないの、僕はこの半年間休む、ハワイで遊びながら休む、でまた次の旅行く、でまたハワイで休む、今日はだからちょっと遠いけど、天気も美味しい、パンが美味しい、パンが美味しい、おお、パンが美味しいでした、はい、どうぞ、忘れやすい、あの
生きてる素晴らしさが、生きてる素晴らしさ、そうね、生きてるだけってだけでも素晴らしいですよね。素晴らしい、素晴らしいよね。私たち一つの人間にある、アトム、弦、弦で全てできてる、宇宙、そう、原子、宇宙にある星以上にある、一つの人間は宇宙と同じぐらいの素晴らしさ。2階の分かれるところ、ここから、そう、何階は向こうから始まって、ここからカエルアが始まる。石は大きいです。36個の石はそんなに大きくない。